よし、ウィースポーツリゾートをやっていきますよ。やりますよ。いいね、リゾート行った気になれるかね。なれますよね。チャンバラって関係あんのかって話だけど。チャンバラをします。まずチャンバラね。俺チャンアサです、この赤い方か。ほわっ！めっちゃ気合入ってるのがチャンミがね。どっちやねん。おお、こっちね。左ね、つまり。そう。もう気合入ってんな。いや、また。オッケー。ダー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 よっしゃ強くねえか、なんか。私の気合を見てなかったな、さては。いやいやいや。重力5を制すかな。情けねえ。まあ、威嚇してたからね、最初からこうやって。それを見てビビってたんだな、じゃあね。ダーダーダー勝てる気がせんのだが。よし。にゃーおお待て初めって言ってた、ほんとに。初めって言ってましたよ。そうだよ。ほらほら、もう。あすごい。早技です。できなかった。早技だった。くそ。よしよし。同点ですね。たーたーああ、そうだ。忘れてた。いつも忘れてた。もう一回冷静になれ。やったー勝てるかこんなん。ほら、目つぶってないかも。強い。別に目がつぶってたって殴ればいいんだからって。強い。ちゃんと。強いな、おい。やばら、私の勝利ということで。そうですね、もう。じゃあ次は、ウェイクボードやろう。オッケー。これ実際には一回もやったことないけど。いや、あるよ。あ、実際ね。うん。現実世界。現実世界で一回もやったことないけど。疲れた、今のチャンバラで。あ、全然やってないやん。初級しかできない。まあ、初心者だから。うん、本当に。俺は順番にやるんですか？あ、でも俺が勝ってんじゃん。今んとこ。なんで？おぉ、オッケーオッケー。うわぁ、俺、船から様子を見てるわ。うわぁ、なんかそれ嫌だなぁ。おぉ、え？ん？これはつまり波で着地と同時にウィリモコンを下ろし、パフォーマンスをするという話なんですが。技を競う芸ね。これ、あの、着地が水平じゃなきゃいけないんだよね、水面と。そうです。うまい。いや、これが苦手なんだよな。あれ、技見せてなくねえか。おお、見せてる。まだまだ、ね。どこ私。ちょっとさ、やっぱ対戦相手が乗ってるとさ、緊張しちゃうよね。じゃああれだ、教習所も、なんか、高速教習3人のやつ緊張してるタイプでしょ。そうそうそう。202点。うい。えい。わーい、でもこれ超楽しそうじゃない？この競技。うん。いいぞ、いいぞ。ああいや、危なくね？危なくねえか？当たるよね、当たるよね。しのぼの言わずにやりなさいよ。当たるよー。ああ。でかい船に。おっと？おっと？結構あのね。ああ、やばい。岸に近いとこ行くね。あれ、これ見よがしにおい、あの、開いた大穴じゃないですか。あ、そうそうそう。ここをくぐらずしてどこをくぐるのかと言われている。大技見してくれ、最後に。見せ場が。おう、うまい。よし！おう、決まったね。あ、最後のは誰なのか。どうだ？まあまあかな。楽しいわ。ほら、煽ってるよ。じゃあ、ミカも。楽しいね、これ。
楽しい。やりたい。うまい。え、よくくるくる回れんな。え、すごいね、チャンさん。ミスったか。あ、でも加点されてる。あ、すごっ。あ、嘘、なんで変な間が空いちったやん。うわ、回るね。回るよ、俺は。めっちゃ回るやん。目回っちゃうみたい。やべえ、うまくいかん。あー、ダメだ。あー、高い。え、高いよ、でも。おー、すげえ。天高。なんで？あの高さまで行ったらもう、やばいな。回りますね、今日は。今日は回ってますよ、いつもより。あ、船気をつけて、船。あ、ちゃんはさ、俺の。ほら、絶対船に当たるって。よし、来た来たー。もういいかな。最後にじゃあ見せますか。頼むぜ。もう回りますね。最後にウルトラシーを見せますよ。ああ、まだあと30秒ある。いけるいける、いけるよ。うまくない？あ、すごい。1000っていってる。これすごいんじゃない？割と。割かし。割かしすごいもん。あんまりね、やってないですからね。うん、っていうね。よっしゃい、うん、おー、すごっ。見せるな、ちゃんと。ちょっと見せたよね、うん、あ、でも自己ベストだ、私も。あ、結構いったな、1000。すごっ。100。4桁。めっちゃ熟練度上がるんちゃう。おー、上がりましたね。そうでもねえぞ。やった。ジャンプセブン、神セブンみたいなこと？ウルトラセブンってこと？いや、絶対違うけど。あ、違う。そしたら次は何やる？順番に来てるとこれだよね。フリスビーは商標登録されてるので、R がついてます。え、犬ですよ。あ、犬。ワンちゃん。犬好き夫婦で有名でしょ、我々。え？そうなの？そんなに有名じゃない。全然有名じゃないけどね。よし、頑張ろうぜ。まあ、私と太郎の方が絆深いから。いや、ジロの方が。勝手に名付けた。太郎ね。この子太郎です。南極物語の。この子太郎ですから。いやー、太郎でもな。行くよ、太郎。不安そうな顔してる、ちょっと。あー、ごめん、太郎。あー、取れる？よし、ナイスー。ナイス、太郎。ちょっと危ういんじゃないですか、これは。でも楽しそうやな。いいよ。楽しいよ。ああごめん。これはひどい。ごめん。ごめんって。ごめん。あ、まだよしよし。やばい、でもなんか全然楽しくなさそうになったね。一気にして。もう負け格だな、みたいな顔してるよ、太郎。あ、うまい。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。やったー。うまい。エクセレントだと？やるやん。やるやんって顔してるよ、太郎。うわ、そっちか。最初からやってくれ、みたいな。あ、ごめん、太郎。あ、でもいいんじゃない？割りかし。あー、50点。まあまあかな。あの、矢印で刺してるとこに近いと点が高いんですよね。言ってなかったけど。うん。うまい。うまいな。ああ、50点。いや、でもうまい。なかなかやるな。序盤ミスってたからな。よし。俺の番のよ。俺とジロ。俺ジロ？ジロです。勝手に。俺とジロの絆深いよ。悪いけど。え？うわぁ。ああ、曲がってる。まあ、まずはこんなもん。まあまあ、一番最初だからね、うん。あんまり激しいの求めるとジロも疲れちゃうから。行くぞ、ジロ。あー、曲がっちまうぜ。
うんって顔してるよ。お前なんか今回のご主人下手じゃねえ。え、やばい、下手だな。あ、これはやばいな。まだ大丈夫、大丈夫。あ、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 ちとめ。ねえ。やる気あんのかって顔してるよ。あ、下手やな。下手だね。なんか下手じゃね、やばい。お、いい感じ。曲がってって。なんで右曲がっちゃうんだ、俺。なんだろう。そういう癖かな。やばいよ、これは。え？負けてるやん、めっちゃ。うっ！やばいよ。やっぱほら、タロの方が優秀だし。いや、ジロも優秀なんだからね。同じ訓練を受けてるはずなんだよ、彼らは。そうなの？今度はこの風船みたいなやつも。あー、ごめーん！あると、その書いてある点数も入るという。ごめんって。あーっていう。あーごめん。ごめんだろ。俺はでかい。俺でかい。あ、まだ、まだ怒ってないでも。これ多分失敗しなきゃね、怒んないんだよ。そうなの？うん。俺風船割れませんね。やばい。めっちゃ下手くそだね。下手だね。やばいなぁ。ん？お、割った。うまいな、そんで、これは。あー、でも、50点ゾーン。50点か。ピンクの輪に入りたいですね。うわ、ラスト？今回ダメだったな、私。あー、やばい、そっち行っちゃうの？完全に100点狙いだったのに。あー、マジか。これはいけるぞ、ジロ。俺たち。チャンス。やばい、何点だったんだ、今。420ね。行くぜ。頑張ろうな。でも、今回のご主人に期待してないよ、多分、ジロ。おぉ！あ。やべえ。え、こういう場合ってどうなの？あ、入らないんだ、点。え、やばいね、これ。なんで曲がっちゃうの、マジで。おぉ、これはいいんちゃう？よし！おぉ！ナイスキャッチー。あー、ごめん。微妙だ。いや、でも、ジロも可愛いな。タロが一番可愛いと思ってたけど。可愛いよ。タロも可愛いよ。あれ？あーれー？あ、でも撮ってくれたわ。でもなんかなぁ。なんか右行くんだね。よし、最後ジャンプキャッチ決めるか。うまいぞ、これは。おっしゃー！マジかよー！最高得点やん、ジャンプキャッチからの風船って。決まりましたね。うわぁ、負けた。よし、じゃあ次回は別のゲームやっていきましょう。はーい。今回あれらしいです、ね。やくそー。